驚き桃の木山椒の木おっと驚き食べ頃ってな感じでね。いや、何びっくりしたかと言いますとね、今僕ちょっと暑くなってね、革パン暑くなってきたんで、ジーンズ去年の4月だったかな、そのあたりに買ったあのユニクロのジーンズ履いてんですよ。まあ、それもねウエストブカブカなんで、革でポケット作りましてね、そこにパッと入れてるんですよね。今年のこれからの暑い時期、真夏にかけてそれを履こうと思ってね、今日もそれをまず履いて、で、ベルトと思ってね、ベルトの入ってるところにね、行こうとしたらね、ジーンズがストンと落ちてて何の支えもなく、ウエスト89センチのジーンズがとうとうストンと落ちるようになったかっていう、びっくりしましたよ俺、本当。体重はね、そんな変わってないんですよ。この頃の体重、今朝ほどが 70.95 で、70.5 とかね、もうちょっと低い値とかね、まあ、70キロ台行ったり来たり、をしてたんですけども、まあ、皮下脂肪がだんだん落ちてんだね。日ごとに落ちてるっていうことで、どんどんスリムになってるっていうことを実感しました。今看板ありましてね、ここから1キロメートル先は冬季通行止めらしいですね、積雪のため。まあ、当然雪は多いですよ。山にどんどん入っていってますからね。で、道幅がね、急に狭くなりましたね。大型通行止めって看板入り口にありましたけどね、これは大型ちょっと厳しいですよ、さすがにね。あ、こっから通行止めのようですね。で、僕ちょっと対向車がないっていうことは、あれ、早知根さんってまだ登っちゃダメだっていうこと？あ、ここなんか水湧いてましたね、水。あ、ここで水汲めるね、飲める水だと思うね。今日コーヒー2だから水持ってこなくてもよかったな、ここで汲んでもよかったね。いや、それにしてもね、ここら辺はもう車すれ違いできないね。かなり道幅は狭くなってきましたよ。この道でいいかどうかっていうの、合ってるかどうかもね、ちょっとね、心配なんですけど、ああ、来た来た。合ってるね。これ多分下山してきた人なんじゃないですかね。お、標識。河原、毛沢、林道、ああ、ここ。右に行ったとこが林道、一般車通行止めだね。バイクでも行けませんね。いやー、鬱蒼としてきましたね、一気にね。なかなかこうバイクでは来るような道ではないけど、まだ舗装路なんでね、全然大丈夫ですよ。あー、ここら辺落石あるね。結構下りが続いてますよね。長谷掛のちゃんとあれも、あ、ここは左側は一応稲植えてますけど、この一角、3端分ぐらいだけですね。あとは急行殿になってましたね、急行殿ね。河原の棒っていうのがあと17キロだそうですよ、河原の棒っていうのがね。ああ、フギ尾がってたな、フギね、秋田フギなんだな、これね、秋田フギね。ああ、ここに水車あります。何のための水車か分かんないですけど、公民館なのかな。あれでちょっとそばをひぐみたいなことをやってるのかな。そば打ちしてみんなで集まってね、うまいそばを食べるみたいな。その割にはね、そばは植えれないね、ここら辺もね。ここなんか民宿なの、日向坊、泉坊。あ、民宿だらけだよこれ。あー、そっか、その重装とかやる人ってこれあれなのかな、こういう道路に泊まって迎えに来てもらうんじゃないの。あー、それだったらできるね。だから一泊コースだよね。ああ、そういうことか、そういうことだ、分かってきました。
はい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 、そういうことね。あれ、小田越え付近にはなんか駐車施設がありませんってあったよ。俺そっから登ろうと思ってたんだよ。あれ、これ何、モーニング&ランチ。あ、山荘あるよ、峰。あ、これ立派なカフェあるよ、これ早知根ロッジ。あ、あ、ここも宿だね。え、今日何日だっけ、車両通行止め。うん、え、なんで、なんで、なんで、まず行ってみましょう。あの車来たから、なんか今車両通行止めってなんかあったような気するんだけど、車来たよね今ね。どうやって行くの、早知根さんって。どうやって登るの。さっきの駐車場においで、どうやって登っていくの、登山口って。あ、ここに野営場あるよ、この下。野営場って、あー、ただののっぱらがこそあるよ、うっそうとした。一応草刈りをやってるね、野営場だよ。あー、野営場、野営場。はー、え、合ってんのかなこの道は。あれ、まだ登山って、今日はね6月11日だね。6月11日なんだけど、さっきのなんか通行止めって、6月12から、え、8月工事やるってことなのかな、どうなのかな。え、どういうこと、登山するときってどうやればいいの。あ、ここに誰か歩ってる人だね、登山の人ではないね。あれ、まだ登っちゃダメなのかな、早知根さんって。どうなのかな。ああ、あの魚屋さんに聞きに行けばいいかな、山岸の魚屋さん。あ、早知根国定公園ってあるね。こっから入り口だけどさ、国定公園。まあ、山のことで分かんないとき、山岸の魚屋さんに聞きに行くかな。山ちゃんにね、山ちゃんにね。山ちゃんに聞きに行こう。あの、登山口どころなんですかみたいな感じ。あ、車来た、車来た。この人は登山してきたのかな、どうなのかな。もっと先がのどうなのかな。まあ、でもこのままこれまっすぐ行けば宮古の方行くんでしょ、川井の方、106号線のね、タイマグラキャンプ場の方に行くでしょ。あ、確かさ、ここら辺って、あの、日本で一番最後に電気取ったとこだよね。確かここら辺にポツンとなんかあんじゃないっけか、家、民家が。そこが日本で一番最後に電気通ったとこだと思ったな。おお、この下の渓流すっげえ綺麗だ。何これ。うわー、すっげえ綺麗だ、この下の渓流流れが。うわー、ここね、あの、いやー、これ写真撮りたいけど、俺の今日のカメラじゃ無理なんだね。このスローシャッターで撮んねえとねえから。あー、ここ写真のスポットだよ、この渓流。見たことない流れだよ。すんごい、すっごい流れなんだけど。あー、ここ、ここ、湧いてた、湧いてた。水。あー、あ、滝だもん、これ。清廉の滝。あ、ここね、全てがね、
あー写真最高伊豆が来るよこれカメラ持って、はーいいとこ見っけで、さっきのとこもだから滝2個だし、今の沢自体がすっごい長細くて、ちょっと曲がりくれたんだけど長く打つんだよ、だから縦構図ですっごい絵撮れるよこれ、絵撮れるし、ここ雪の時来ても綺麗だろうね、紅葉シーズンもいいだろうね、うわー写真のメッカ見っけみんなも撮りに来てね、カメラ好きな人、あーやっぱりこうやってあれだね、偵察はいいね、こうやってね一個一個ね自分の教養を高めていくってやつね、はあ滝いいとこ見つけて、もうまだ写真撮りやすいとこだもん、ここ道路脇だもん、山まで上がっていかなくてもいいよまあこあのだもんな、この頃でも僕登山やってっから余裕だけどね、いやところでこの登山口って本当あんのかな、こっちの方ね、あ、来た来た来た、この人登山じゃないの、登山っぽい車じゃないの、違う違うが、八戸ナンバーだね、八戸ナンバー、すごいこうなんか狭い道になってきました、狭い道ですね、あ、ここにも滝ありました、瞑想の滝でございます、はい、これもなかなかいい塩梅でこう岩がねありますね、あの写真のスポット、あ、じゃあ俺あれだね、あの登山やりながらカメラ、うん、あの写真撮ればいいんだな、そういう絵を撮ればいいかな、あーこういう時はオフロードのバイク欲しくなんだね、止めやすいしね、あでもまあ車でいいんだけどさ、あーここ何ここ、あここにも滝あるじゃん、いやいや最高だよこれ、滝だらけだよ本当に、こんないいとこがあったんだね、身近なところにね知らないでいました今まで、失礼をいたしました、でもこれだけ車来るっていうことは、あ名古屋ナンバーだよ、名古屋ナンバー、全国からやっぱり林姉さんの、あこれ登山やってる人だね、それっぽいね、なんかね、あでもあはい来ました来ました、ここじゃねえの、ここじゃない、あ河原坊駐車場、これだよこれだよ、こあこれだよ、間違い、うわ何この車の上、ね、銀座だよ銀座、銀座だよ銀座、あこれがこっから登るのが早知姉さん、早知根総合休憩所入り口、はい、こっからだね、こっからこういう車止めで、登山口ってどうするのかな、ちょっと探検していきましょう、河原坊河原坊河原坊でございます。